くそ。
こんにちは。こんにちは。うん。ただいま。その様子じゃ負けたか。次は絶対勝つ。元気な子供ですな。あれ、お客さん？ああ、挨拶しろ。はじめまして、シロです。ほう、ちゃんと挨拶もしっかりできて気持ちのいい子だ。おい、あんたが桐生だな。この子供にあんたどういう教育してるんだ。見ろ、喧嘩であざだらけだ。どうしてくれるんだ。ああ、橋本さん、お久しぶりですね。ん？え、あ、赤坂先生。え？なんだよ。
何？なんだよ。まあ。エリちゃん、さあ勇気を出せ。あやこちゃん、私ありがとう。そしてごめん。なんで、なんで彩子ちゃんが謝るの？本当はね、私エリちゃんがお金持っていくところ見ちゃってたんだ。でもね、私その場でエリちゃんのこと止めてあげられなかった。エリちゃんのことを本当に思ったら私あの場で言うべきだった。後悔してるんだ。私の方がお姉ちゃんなのに勇気がなかった
私にもっと勇気があればこんな大きなことにならなかったのに。だからごめん、私も許して。ごめんね、ごめんね。なさい。
またお前か。俺の答えは変わってねえぞ。いや、今日はそういうんじゃねえんです。ん？じゃあ何の用だ？今日は兄貴にどうしても頼みたいことがあって。で、俺に何をしろと？今、親父は荒れちまって、手がつけられねえ状態です。だから兄貴に出張ってもらって、とりあえず親父を落ち着かせてほしいんです。なんで俺なんだ？先日の一件から、親父は兄貴に一目置いてるみてえです。だからここは兄貴しか収められねえと。ちょっと待て。はい？さっきから聞いていると、俺のことを兄貴兄貴って何言ってるんだ。だって兄貴は兄貴じゃないですか。お前は流動一家の若頭だろ。俺はお前の兄貴分でも何でもない。まあその話はいいとして。よくない。お前みたいなやつに兄貴と呼ばれたらうちの子供たちに悪影響だろうが。別にいいじゃないですか。俺は兄貴の強さと男気に惚れたんです。俺にとって兄貴は兄貴なんです。じゃあシモン、車回してきますんでお願いします。兄貴